第2回目になりまして、ちょっと舌が回り始めました。まあ、よろしくお願いします。アイスをみんな嫌いなのは知ってるんですけど、私も面倒くさいなと思う立ちなので、でも、体操系でもできることやろうっていうことを思ったなと思います。もう向かれてもらってのやることが分かってられると思うんですけど、今日は足の指っていうのをちょっと使ってみようかなと思いますよね。で、1回目にいろいろお話ししたんですけど、足の指って何が大切だっていうのは、要は地面だに唯一つくのは足の裏だけなんです。でこの足の裏がもしこれが変な風に硬いのに感覚がなかったりしたら、まっすぐ立てないですよね。まっすぐ立てないっていうことは、要は筋肉、いらない筋肉をすごく使ってたりとか、あるいは保ってる筋肉ができたりとか、じゃあ筋肉を持った時にまっすぐ立つっていうのがすごく大切なんです。でうまくいくと指がしっかり動くことによって、例えばお腹がぽっこりお腹どうにかしたいとか、姿勢をどうにかしたいよね、安定感がある、疲れづらくてしたいよねっていう、ある意味筋トレの前の基本のベッキーっていうのを踏まれるわけですよ。私のでちょっとそのやつ伸びてたから足の指の機能チェックっていうのをやってみたいと思います。5本指はすごくお勧めしますよ。第三関節にこういうふうに骨が出るか出ないかと、
ルーサファーの愛読はチョキです。はい、はい、親指だけ上げて反対のこれね、あのカバーです。はい、いいですいいです。手がこれ、あ、そう、あのこれね、ここに指令がうまくいけないからここで表現したから、ここがこうか仕方ないじゃん。ね、はい、でこれ言うと、そう、あの反対のチョキでも回ってもいいかな。あ、手がこもっちゃう。そうそうそう。あ、特にこの逆チョキって大丈夫で、歩くときでも最後こう打ってこう最後。ありがとうございます。地面だもん。スマホさんみたいな感じ。チョキ。この逆チョキで。大丈夫。公式なの、はい、はい、QR コードで今逆のこのお願いします。で、あの、これあのマジックでは、あの、あくまでもここにそういう必ず神秘の伝線は通ってるので、ずっとやってれば必ずこの辺を通していくんですけど、でもあのやれば必ずこうやって、あの必ず動くようになってくるから、これやりきると今度はチョキと逆チョキというのをこういうふうに作るんですが、こういうふうに動かせるように。じゃあなんで必要かって言うと、やっぱりあの皆さん結構今足のトラブルっていうか、外反母趾とか扁平足とかあるんですけど、いや何が困るのってなって、要はこの小さな面積の中で体って乗っかってるわけで、もしこれが外反母趾だとこうなっちゃうので、グラッてグラグラしちゃうんですよ。でそれをわざわざこう制御しようし、乱闘一体が入って歩くだけでもそれは負担だよね、みたいな話になってしまうんですね。だから、しっかり外もついて、しっかり安定すれば、一緒に立てるから、そこが肩が動くと、腰が痛いとか、膝が痛いとか、これだけでも歩いてるのになってきます。進んでみましょう。
それはあの、
これだけだとやらなくていいです。これだけだと十分楽に生活できるので、ぜひ足に ありがとうございました。